赤字ライブです。今日ご紹介するのは TSBBQ ホットサンドメーカーを使って簡単でレシピを3つ作っていきたいと思います。誰でも簡単に作れるので、ぜひご参考にしてみていただければと思います。で、今日使うホットサンドメーカーのご案内なんですけど、弊社2つ TSBBQ のシリーズだとブラックとシルバー、あと IH がご用あるんですけど、今日は IH はちょっと置いといて、こっちのシルバーとブラックを使います。でブラックは両面にロゴが入ります。この TSBBQ のマークのロゴがブラックだと両面つくし、シルバーだと片面フラットになってるって分かりますか？フラットなんで、こうセパレートにして片面しかロゴがつかないんで、フライパン使いとして使えるので、ぜひご利用いただければ。はい、では作っていきたいと思います。でまずバターを両面に塗っていきます。ぜひでもホットケーキミックスも用意してるんで、これ流していきます。じゃーん、こんな感じでホットケーキ焼けました。ロゴ入ってめっちゃ可愛いですね。はい、じゃあホットケーキはこんな感じで、じゃあ次はこんな感じ、ホットサンドのこのホットサンドソロみたいに、うちの TSBBQ でもこう分かれて作ることができるので、それを作っていきます。中にウインナー入れたいんで、ウインナーを炒めます。ホットサンド作る前にこうやってフライパン代わりにして使えるので、結構お弁当作りとかもホットサンドメーカーでできちゃうから、結構便利なアイテムになってます。パンを普通だとこのまま乗せてって感じなんですけど、ソロで作るときは三角を取り外して真ん中で分けてあげます。じゃあ中身入れてきますね。 L字にやって中身入れて、ウインナーにはちょっとケチャップが欲しいので、ケチャップも入れてサンドします。もうここでやってあげちゃいます。見えます？こんな感じでサンドしてます。それを同じようにこう押さえて、手だけ気をつけてもらって、で焼いていきます。焼けるまでしばし待ちます。できます。いいかな。じゃじゃーん。こんな感じで、実はこれでこれができちゃいます。はい。じゃあ次はお好み焼き行ってみよう。はい。ではじゃあ次はお好み焼きを作っていきます。まず最初に、粉を使わないお好み焼きなので、焼きそばね、焼きそばをまず下に敷きます。もう豪快に1個ドーンと入れていきます。麺入れたら次はキャベツ、キャベツもたっぷり入れちゃいます。これでもかっていうぐらい乗せますね。こんな感じに卵乗せて、
最後豚バラです。豚バラを入れていきます。この豚バラが豚になる感じに並べていきたいので、食べたのでこの感じですね。あと焼いていきますね。これはます中火で何でも焼いてください。よし、じゃあ出来上がりました。すごいやばい。でん。裏面もちなみに。でん。めっちゃうまそう。ソースと。マヨネーズ。青のりないですわ。はい、こんな感じで。お好み焼き出来上がり。はい、では今日は3種類のレシピ、はい、3品のレシピのご紹介でした。これですね、ブラックとシルバー。で、今日使ったのが両面がロゴが入るブラックを使用してます。皆さん本当いろいろ使えるのでぜひよろしくお願いします。 TSBBQサンドメーカーでした。で、村かじライブ終わります。バイバーイ。